はい、なっちゃんのおはよう。もう最後にしたいね。うん、今日採血で、うん、採血で全部が正常値になったことを確認しよう。はい、まあ、やっぱりね、うん、検査技師さんにいや、言ってますよ。なんだその体育座りなんかして血で困って、いかがですか。そんなつもりで来てないから。え、お気楽に来たから今日は。いいじゃない、お気楽な気持ちでやった方がいいんだって。そんな緊張したって緊張させたら悪いなと思って言わなかったのよ。うん、嘘だね。なっちゃんの思いつきだもん。なっちゃん、なんか言ってます。何、なっちゃん、ママがいいのだよね。ママにしてほしい。で、なっちゃん、そうか、なっちゃん、なっちゃんもママにしてほしいね。嫌われるな。痛いことされるし。え、検査技師さんのかっこいいとこ見してよ。笑ってこない。なっちゃん、なっちゃん、まあ、桃に、桃に上手。私、まあ、なっちゃんと並ぶと肌ツヤがね。なっちゃん離れて、やだ、なっちゃん。ちゃん頑張ろうね。どうですか、ライト使ってみて。ママ分かった、明るいけんじゃない。そういうこと。ちょっと閉店してください。消すの。はい、今日今朝でね、日が差しとって暗くすると結構見えた。なりそうだけど、青たんあるよ。じゃあしょうがない。どうですかドクター。そこだ、ここでいい。あ、なんか遅いね。じゃないか。遅いんだよね。うん、見えません。自信のほどはいかがよ、ママ。わかりません。なので何交代な気がする。早いよ、なさしてもない。そもそも子供のポタポタ採血っていうのはもともとしよったの。しないしない。そのライトは初めて。そうですか。ああ、うん、まあね。なくてもなんかこの辺って感じ。なくてもそう、この辺って感じよ。ね。うん。刺して刺した跡がある。うん。そう、刺した跡の目に刺すという。ああ、その辺よ。ああ。それでもやっていいのだから資格ってすごいね。やめて。怖いね。行くんですか。なっちゃん頑張るよ。あ、いいよ、ちょ待てよ。はい、頑張りなっちゃん。はい、どうぞ。合ってるかな。いいよ、なっちゃん、この辺。うん、チューするよ、なっちゃん。なっちゃんにチュー。もういいじゃない。ママはね、スーッと行っていいよ、そのまま。もういいじゃないか。いいよ、いいですよ。もうダメだ、パパ。え、どうしたらいい。え、ちょっと待って、交代。ちょ そのままじゃあ交代する。え、ちょっと探れない。いや、探るのが怖い。いいよ、いい。パパにチェーキ。パパになった途端大泣きですね。さすがだったよ、パパ。でも頑張ったよ。ママって言ってる。ごめんよ、なっちゃん。なっちゃんってさ、うん、水泳試験したっけ。してない。あ、水泳試験は普通に、これそう。うん、そうだね。そろそろ1歳になるからね。
なっちゃんが、なっちゃんの視線が。ごめんごめんよ。頑張ろうね。怒っとるわ。鼻水が飛ばしないんだね。ほら鼻水が。怒っとるね。頑張ったけどおもちゃもらって帰るな。頑張った頑張った。けどもう酸素もなくて難しくなっちゃってる。もう見えんね。見えない。泡だになってる。これもほら、おーなして。泡だってなかなか治らんねやっぱね。そうだね。怪我してもね治らん。ということでまたおなじみの機械だね。まあ一応 CRP も含めて、うん、行ってみましょう。はい、3分35秒あとね。おなじみになっちゃったね。ね、この映画ね。どうかな。結果発表。検査結果出たけどさ。決勝版高すぎるやろ。 CRP が下がってんのはいいけど、まあ、ヘモグロビンも下がったねこれね。これね16とかだったけど、まあ、あれはやっぱりなんか検査値以上だったかもね、うん、機械の問題だったかもしれない、うん、これがねスカンナ今までで一番高いわ、ね、この白血球はね、まあ、さっき見てもらった通り大泣きだったからね。大泣きするとね血管にへばりついてる白血球とかがストレスで剥がれ落ちるから上がったりするわけよ。ね。ね。痛かったんじゃない。まあこれはまあいいとして、けどこれ血小便ちょっと気持ち悪いけどまた取らんといけんな。ちょっとしばらくしてからにしようけどな、もうちょっと開けてな。まあ1週間はとりあえず開けようか。えけどこの間最後の採血してからけど1週間ぐらい経つよね。土曜日集合してるから。ああそうだね、ちょっと良くなってたから。40ぐらいになってた、うん、落ち着いて30、40ぐらいね、いいとこだったね。それもちょっと高めなぐらいに、うん、分からんけど。なっちゃん採血したいのかにあんたは。まあ本人は元気だけどね。なっちゃんみんなにバイバイしよう。また採血します。頑張るぞ。じゃあね、バイバーイ。なっちゃん、はい、顔上げてよいしょ。はい、オッケー。おはようございます。また水曜日がやってきたね。声出していいんだよ。今日は無音でお届けと思ったのよ、こっちは。なんで？え？なんで？なんでそう？ジェスチャー。なんでカメラがつくとそんなさ、あ怒り口調になるの？さっきまで穏やかだったのに。穏やかでした。寝顔が急にさ、ついた途端オラオラ系になる。そういうキャラじゃないじゃん。オラオラキャラですよね、皆さん。ねえ。違うでしょ。ビールビール。違う。穏やかなキャラは、やっぱこう憧れは、うん、あの浜ちゃんとかみたいな。キレ系？キレ系男子？キレ系よ。キレ系男子。うんうん、まあ、男子と言っていいかわからんけど。いぶし銀な感じで。ほう、うん。あのさ、さっきカレンダー見て思ったんだけどさ、はい、もう41歳になるまで1ヶ月を切っておりますよ。ちょうどね、今日が5月11かな。6月9日先生のね生誕祭なんですよ。ね、41になってさ、ね、落ち着こう。落ち着いてるよ。そのキャラを作ろうと思って。だけどそのままでいいのよ。え？おじキャラで。おじキャラ。やっぱりちょっといぶし銀なところがいるでしょ、皆さんね。いやいや。41と20代のデコボココンビで。優しいがいいの。
優しくしようか、うん、とりあえずウォーターサーバーじゃなくて炭酸メーカーだと思う。そういう優しさ蜜漬けどれお前に蜜がないけんだいや。なんで？え？可愛い子には募集しております。こちら募集中。ゆび先生&何チャンネルにしようか。いいんだね。でもさ、大体歌のお兄さんお姉さんはお互い変わっていくからね。寂しいよね変わらないのはあのグーチョコランタンたちだけだね。そうだね。まあ、ニコイチがいいじゃないですか。そうだね、うん、ごちゃごちゃ言わずに老後もね。まあ、ロゴもいいよ。でも私、次、いっちゃんとやりたいな。なんでだよ。こっちが変わるの。若い男の子がいいわよ。そうですか、そうですか。いちご&ひかちゃんです。いちひか。かわいい。色が急にピンクとか赤になったね。ね。でもさ、はい、スイが言っとったんだけどさ、いちごだって、おばはんとはしたくないわ。いっちゃんからすると私、おばはんみたいで。まあ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 、まあ、17もお前の上だからね言うても俺の方が近いんだねお前、うん、ここの子の方がね。そうそうそう、ショックだったね。そう、ということで、はい、今日は生配信20時からは TikTok ライブ、21時からは YouTube ライブ。今日はね、先週さ、なんで焼きそばパーティーしようと思ってたのに焼きそばできんかったんだっけ。遊び疲れたに、あ、ゴールデンウィークだ。ゴールデンウィークちゃっかり3日間で全部一緒に遊んだんですけど、それまたね、YouTube アップしていこうと思うので、ということで、はい、焼きそばリベンジ。なんかペコペコね、うん、何そば。焼きそばって言ったか今焼きそばだって。焼きそばでもいっぱいあるが、種類が。あ、塩なのか味噌なのか、ソースなのか、ケチャップなのか。あ、ママしたいな。うまそうだね。もう飲むの忘れてる。今食べたいね。焼きそばパンもいた。ベロいいですか。焼きそばパンって夢よね、我々の。人類の夢よ、焼きそばパン。人類の夢ってやっぱりさ、あれじゃない。何？食パンにマヨネーズ。いや焼きそばパン。焼きそばパンってだけ。とりあえず争奪戦だったよね、中学生の時の購買とかで。購買でパンとか売れてなかったから。購買にパン売れとったよ、我々中学校の時は。そうだっすね。うちらはヨーグルってだったね。キンコンカンコンの木ぐらいで、もうちょっとすごかったもんだって大急ぎだもん。5分ほど行って切れました。今スノーは5分で切れるんか。うん、スノーってことバレたねやっぱりね、加工してるのバレたね。 ありがたい。でもさっきさ、焼きそばパーンって言った時すごかったよ、ここ揺れが。そうなんですよ。そうですよ、うん、思いつけてなかったのが今日の中じゃない、小顔じゃない。いや、小顔これだ、ね、前後だろ。ちょ、前後だろ。ほら、え、でもほら、ちっちゃくない。ちっちゃい。あ、まあ、あなたちょっと痩せたかも。私ちょっとデブったかな。うん、ちょっとデブったよ。なんか太い。65キロぐらいになっちゃったから。おや、いけんじゃない。でもうちもな、2キロ、1キロは減らしたいかな。めっちゃ食べてるんだけどな。わしは1日今ね、5食過度なストレスで5食。どこにストレスがあるんだ。もっと何、寂しいわけ。ん、寂しいわけ。40ともなると毎日寂しいよ優しくしようと思いました、今日から。なんだかや、寂しさはあるね。そういうの習ったな。で習ったね。看護学校の授業で。あ、そうですか。なんかそういうなんか思春期。はいはいはい。なんか喪失期。ああ。そういう時期が。確かに。うん、あ、そういうことね。うん。あとみたいな。おじさんともなると。うん、なんとか期。なんとか期が出
てきて寂しくなると。習った癒してもらえますか。はい、今日ライブ配信で癒してもらいましょう皆さんに。だってどうせビール飲むんでしょ。そう、たくさん今日はね荷物が3箱ぐらいあるからすごい送っていただいて、ありがとうございます。あのもう一生分の丸々が届いてる、ね、一生分の丸々が届いたからちょっと楽しみ皆さんにね、共有したいと思います。はい、ということでまた夜会いましょう。9時から YouTube ということでよろしく。バイ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 。ほら、すごい痛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 い、カッチョーしてると思って、あー痛い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